チョコ派夢の続きへトライザネクスト。三島市のアスレティックトレーナー大竹夏実さん、勤めているネクストホースでは私はパーソナルトレーニングとヨガの指導を行っています。また時の住処スポーツセンターの中にあるメディカルケアセンターというところでサッカーの試合中に起きてしまった怪我の応急手当を行わせていただいております。大竹さんが常葉大学を選んだ理由は、女子サッカーのワールドカップ優勝の試合を見た時に私はサッカーのトレーナーになりたいなと思いました。で、進路を考えていくうちに常葉大学は経験豊富な指導者の下で実践的な活動ができる上に海外研修にも行くことができ充実しているというところで常葉大学を選びました。怪我予防のトレーニングからウォーミングアップ、応急処置、病院への帯同、リハビリまで全ての流れを経験することができました。常葉で学んだトレーニングやリハビリは現在のフィットネス現場でも基礎になっているなと感じます。トレーナーの未来に期待を抱く大竹さんの将来の夢は、目標は具体的に4つあって、1つはサッカーのトレーナーとして日本代表のチームに関わることです。あとは様々な年代の選手を見ること、スクールアスレチックトレーナーになること、トレーナーの教育に携われたらいいなと思っています。最終的にはこの仕事の魅力を伝えられるような人になれたらいいなと思っています。トライザネクスト。